オーバーシーズナショナルエアウェイズ032便大破事故は1975年11月12日に発生した航空事故である。ジョンカイケネディ国際空港からフランクフルト国際空港を経由してサウジアラビアの実体へ向かう予定だったオーバーシーズナショナルエアウェイズ032便がジョンカイケネディ国際空港からの離陸時にバードストライクを起こし離陸を中断した。 着陸装置が損傷し、機体は滑走路を外れて、大規模な火災が発生した。乗員乗客に死者は出なかったが2人が重傷を負い、30人が軽傷を負った。事故機のマクドネルダグラス DC-10 から 30CF は1973年6月29日に製造番号46,826109として製造され、 同年に初飛行を行った。搭載されていたエンジンは、ゼネラルエレクトリック車製 CF6 から 50C であった。事故時点での総飛行時間は8193時間で、直近の検査は1975年7月10日に行われていた。機長は55歳の男性で、1951年5月21日に、オナに雇用された。 機長は DC-10 の他に、ダクラス DC-4、ダクラス DC-6、ダクラス DC-7、ダクラス DC-8 での飛行資格があった。DC-10 の機長としての資格は1973年3月2日に取得していた。総飛行時間は約2万5000時間で、DC-10 では約2000時間の経験があった。 副操縦士は52歳の男性で、1968年3月18日にオナに雇用された。副操縦士は DC-10 の他に、マクドネルダグラス DC-9、ロッキード L-188、ダグラス DC-3 での飛行資格があった。DC-10 への移行訓練は1975年2月19日に終了していた。 総飛行時間は約14,500時間で DC-10 では約450時間の経験があった。航空機関士は44歳の男性で1959年5月19日におなこ用された。DC-10 への移行訓練は1973年4月2日に終了していた。総飛行時間は約一万二千時間で DC-10 では 約2000時間の経験があった。A32 便は、西ドイツのフランクフルト国際空港を経由して、サウジアラビアのジッダへ向かうフェディフライトで、乗客は全員オナの職員だった。コックピットには、機長、服装縦士、航空機関士に加えて、ジャンプシートに職員が登場していた。この職員はカメラで、離陸風景を撮影しており、事故の様子も収められていた。 a 12時56分、032便はゲートを離れた。機械重量が重かったため、パイロットは最も長い滑走路 13R を要求した。滑走路 13R は、風や騒音を考慮して、あまり使われない滑走路だった。また、路面が荒く、水はけが悪かったために、事故当時も水たまりがあった。炎上する032便、032便は13時10分に、 離陸を開始した。100ノットに達した直後に滑走路前方から100羽近いカモメが飛び立った。A32 便はカモメの大群に突っ込み、1から3回の爆発音が鳴った。機長は離陸中止を決断し、逆水力装置を作動させた。航空機関士は第3エンジンの逆水力装置が作動していないと述べた。また、 航空機関士は2番のブレーキシステム圧力がゼロになっていることに気づいた。数秒後、第3エンジンの火災警報が鳴り、パイロットは消火装置を作動させた。この時、右主翼で火災が発生していたが、パイロットは出火していることに気づかなかった。機体は滑走路を外れ、誘導路 Z を横切りショルダー部で停止した。滑走路を外れた際に着陸装置が壊れ、 主翼の燃料タンクが損傷したため、燃料漏れが発生した。停止後、脱出がすぐに行われ、13時15分頃には、搭乗者139人全員の脱出が完了した。乗員乗客30人が軽傷を負い、2人が重傷を負ったが、死者は出なかった。事故により、ジョンカイケネディ国際空港は15時47分頃まで一時的に閉鎖され、 少なくとも急便がボストンなどへダイバーとした。事故機の残骸機体右側に着席していた客室乗務員及び乗客は第3エンジンが脱落した直後に火災が発生したと証言した。機体は舗装路を逸脱した後に排水口付近で停止したため燃料が管内部に流れ込み大規模な火災が発生した。そのため 空港の消防設備で火災を制御することは事実上不可能の状態となった。消防隊は化学消火器を用いて消火活動を行ったが、沈下までに36時間を要した。調査からバードストライクが起こった後、第3エンジンの前方にあるファンブレードの損傷により外反が削られていたことが判明した。そのため外反の材料だったエポキシ樹脂が粉末となり、 コンプレッサーブで爆発的燃焼を招きエンジンが脱落した。コックピットボイスレコーダーとデジタルフライトデータレコーダーはどちらも事故現場から回収された。しかし DFDR は速度が168ノットに達した直後に記録を停止しており CVR はテープが火災によって焼けてしまっていた。滑走路上では23羽のカもめと セグロカモメの死骸が発見された。死骸の中には、翼服が66インチに達するものも含まれていた。ジョン・カイケネディ国際空港の位置するニューヨーク、及びニュージャージーでは鳥を空港から遠ざけるための取り組みがなされていた。具体的には、王朝音発生機の設置、バードパトロールによる巡回などが行われており、最大7人の職員が対応に当たっていた。 これらの対策は、アメリカ合衆国環境保護庁、連邦航空局、ニューヨークニュージャージー港湾公社、ニューヨーク市衛生局によって行われていた。1975年7月から10月にかけて、深刻なバードストライク事故は11件報告されており、うち5件はエンジン交換を要するものだった。これを受けたニューヨークニュージャージー港湾公社は、11月1日から、 対策を強化させていた。6時から10時と14時以降は、ショットガンを装備した職員が登場した車両をパトロールさせ、10時から14時まではさらに車両を2台に増やしていた。NTSB は大量のカモメが吸い込まれたことにより、第3エンジンが分離し、火災が発生したと結論付けた。機体が滑走路内で停止できなかった理由として、の5つのことを挙げた。 また、事故の要因としての二つのことを挙げた。エポキシ樹脂は他の外販材料と比べると可燃性が高かった。エンジンの製造元である GE アビエーションも事故調査に参加していた。事故機の第三エンジンはゲアへの施設で解体され、詳細な検査が行われた。エンジンの夜勤学的検査などからゲアへは、 第3エンジンに吸い込まれたカモメはエンジンを破損させておらず、故障の要因にはならなかったと断定した。また、エンジンを破損させた異物は、主脚のタイヤの破片であるとし、NTSB の調査結果と異なる結論を出した。さらにゲアへは、大規模なエンジン火災の原因についても、異論を唱えた。NTSB は、外反に使用されていたエポキシ樹脂が、コンプレッサー内で、 爆発的な燃焼を招き、エンジンが脱落したと推測した。一方でゲアエは、エポキシ樹脂は、コンプレッサー内で発火したもののエンジンに、大きな損傷を与えるほどではなかったと結論付けた。大規模な火災についてゲアエは、タイヤの破片が燃料パイプを切断したためだと推測した。NTSB はこの事故を受けて、15個の安全勧告を発令した。勧告には、 バードストライクによってエンジンがどの程度の損傷を受けるかを調査することや航空機のタイヤ、ブレーキ、ホイールの認証要件の変更などが含まれていた。連邦航空局は1976年8月20日と1977年11月30日に対空性改善指令を発令した。これらの AD では以下のことが勧告された。ありがとうございます。